出ようね。はい、どうもトンペティーズです。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、ついに5部のアニメが、はい、アニメスタートということが発表されました。決定されました。今年の10月スタート。そうですね、はい、やっぱり僕たちもそれについて語らなければいけないんじゃないかということで。そうですね、まだその動いてるところは見てないですけども、はい、先日ジャパンプレミアもありましたから、ありました、そういうそこで流れた PV とかも見てね、はい、はい、いろいろちょっとそうなんかも言えたらいいんじゃないかと思います。期待を膨らましつつやっていきましょうよ、はい、そうですね、はい、まずではですね、いろいろ、はい、言い出したらキリがないんで、まあ、確かに何点かに絞ってみました。はい、はい、こんな感じでございます。なるほど。まずですね、はい、主演のジョルノ。ジョルノ・ジョバーンなんですね。はい、はい、3代連続で、はい、声優さんが小野さんという。そうですね、はい、これはなかなか驚きで、これはもうあえてなのか、ね、偶然なのか、まあ、オーディションした結果そうなったのか、そうなったの、声優界に小野さんが豊富なのかという説もありますし、ネット界隈ではジョジョの奇妙な冒険じゃなく、はい、小野の奇妙な冒険ではないのかと。いや、うまいこと言いましたよ、これ。本当にその通りで。間違いじゃない。じゃないですね。はい、本当に、3部、4部、5部ですよね。はい。そうですね。すごい。フォロワーさん、ツイッターのフォロワーさんで、はい、第2部も、ジョセフが、おーノーって言ってたから、小野だっていう、なるほど。素敵な意見もありましたけど。おーノー、なるほど。2部もやっという。そうか、そうか、ね、まあ、楽しみではあります。まだちょっと、うん、こうやってた映像というのは、僕ら、ジャパンプレミアでは、ネットでは配信されてなかったので、そうですね、第1話の放送はね、はい、選ばれし人しか見てませんから、そうですから、僕たちはあえなく落選しました、はい、そうですね、そうなんです、楽しみですけれども、まあ、ゲームからとかは変わったということで、そうですね、はい、でも、インタビューというか、はい、ジャパンプレミアの感じを見てると、合いそうやなって僕はすごい思いました。そうですね、はい、楽しみではあります。はい、はい、そうなんですよ、すごい、3代連続の感じ、楽しみですね。ね、次で、はい、2つ目、そのちょっとジャパンプレミアの話になるんですけど、はい、PV がかっこいい。あ、かっこよかったです。出ましたね、1分程度ですかね。はい、はい、PV ね、色使いも綺麗で、ジョジョっぽい色使い感じの、なんでしょう、流れるように全員のキャラクターで、一人一人こう防衛チームをピックアップしていって、いや、かっこよかったんじゃないですか。あれは暗殺チームが全然出てこねえじゃねえか。まだまだでしょ、多分来年やし、絶対でしょ。はい、来年の方に出てくるのは来年だと思う。後半だけどな。あ、でもどうやろ、フィーリーに行くのかな、その辺。なるほどね、まあ、それでも10月スタートですからね。ああ、まあまあね、みたいな、まあまあ、何人か出てくるでしょ。そうですね、ちょっと早く暗殺チームも見てみたいという、まあ確かに気もしますが、はい、とりあえず PV がかっこよかった。かっこよかったです、これは、はい、もうね、ツイッターでもすごい流れてますけど、はい、リツイートもすごかったね。すごかったですね、はいはいはい、楽しみでございます。続いて、はい、まあ、これまでジャパンプレミアムの話でしたが、はい、いざ始まってみた時の、はい、こちら、うん、オープニングエンディングが楽しみ、楽しみですね、これはね、はい、最近のアニメにしては珍しい、はい、オープニングのテーマソングも、はい、当て書き、ジョジョだけに書いた、ああ、確かに、いわゆるアニソン、昔ながらのアニソンに仕上がってますから、そうですね、うん、その辺はすごい、そうなんですよ、ジョジョを全面に押し込めるオープニングで、愛がたふあふれる歌詞までがね、完全に、そうですね、世界が忠実に表している、はい、オープニングでした。そして逆にエンディングはあえて全て洋楽で統一してる。そうですね、これは公に発表されてるかどうか知らないんですけど、はい、荒木先生がチョイスしてるんじゃないかという、うん、はい、そういうお話を聞くことはあります、まあ、あります。はい、あくまでも噂ですので、公式で言ってるかどうか分かりませんが、はい、はい、言ってるかもしれませんが、そうですね、エンディングは荒木先生チョイスじゃないかと、うん、というのもあまりにもこうマニアックな渋いチョイスで、まあ近年の洋楽ではなく本当にもう、あ、そうですね、10年以上前の曲だったあったり、はい、歌詞がないインストルメンタル、あ、いわゆるね、歌が入ってない、ラストトレインホームで、そうですね、はい、2人でカラオケ行った時ずっとそれ鳴らしてたあ、しかも10分ぐらいあるからね、何の時間だったのかってイントロが足してこないですよ、ね、はい、徐々にあれやなって言ったら、シーンってマイクは持ってたけどホームにね、ありました、ありました、ね、フロントにおい、カラオケが始まらないねって